ゾンビハンター。姫路、ふざけた口を叩いてる場合か。訓練じゃないんだぞ。隠れてないで戦え。生き残りたくないのか。そりゃ生き残りたいよ。あ、エナミン左。お見事、さすが射撃テストコーナー1。お前というやつは昔から他人に甘えすぎだ。マヤヤに言わせればエナミンは自分にも他人にも厳しすぎだけどね。それにマヤヤは今甘えてるんじゃなくて、射撃が上手なエナミン先輩の足を引っ張らないようにおとなしくしてるだけですよ。気づかないな。姫路、勝手にしろ。私は生き残る。ちょっと、どこ行くの？大事な幼馴染を置いてくのか！自分の身は自分で守れ！はいはい、行きますよ。行けばいいんでしょ。殲滅する。回収する。リロード。まだまだ行くよ。するぞ。回収する。もらうぞ。リロード。あと10体だ。回収する。リロード。ミッションコンプリートだ。全部やっつけた。誰か、聞こえてる？私は秋葉さゆり。秋葉、剣道部の2年か。もしまだ校内に残ってる人、これから2年2組の教室に集まって。2年2組？2号館でしょ。2年2組。そうか、緊急通信機。エナミ行くの？ちょっと、もう。みんなで一緒に脱出しよう。だからお願い、生きて。2年2組
私以外にも生き残ってる人がおりましたの。はあ、退屈。おお、は、ゾンビハンター。やっ、ごめん、アスバセ。私、体術にも自信がありますの。それにしても襲われがいのないゾンビちゃんたちですよ、はあ、襲い来るゾンビの群れに一人立ち向かう。危機に瀕するほど輝きを増す金色なりし美しき一輪のバラ、それがこの私ですが、ほんと期待外れ、役に立たない悪役どもですこと。さあ、いらっしゃいな、ゾンビちゃんたち。私を退屈させた罪は重くてよ。この金崎レイ様を輝かせてちょうだいな。楽しませてくださいますわね。いいものを見つけましたわ。見つけましたわ。拾っておきましょう。まるで空物ですよね。これでよし。ですわ、打ち込みますわよ。これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。これでよし。ですわ。どうしようもありませんもんね。いいものを見つけましたわ。ふん、この大婚約者ども、あなた方の相手をするなんて
この私には役不足でしたわ。飽きてきたことですし、そろそろ脱出しようかしら。そういえば、秋葉とか優子は集まれとか言ってましたわね。ダイヤモンドは木石の中にあってなお輝く。やはり主役が引き立つには脇役の存在も重要。退屈しのぎにはちょうどいいかもしれませんわね。あら、新しい衣装ですわ。くれるかな。大丈夫、きっと大丈夫だよ。はあ、やっと着いた。秋葉と久保田か。入るぞ、上条だ。上条先輩、先輩も残ってたんですね。ああ、逃げ遅れた、こいつのせいで。もう、なんでマヤヤのせいなんだよ。マヤヤ、逃げなかったの？逃げなかったのじゃないよ。学級委員のくせにリサリサってば。一人でピューってどっか行っちゃうんだもん。あ、ごめん。マヤヤが逃げ遅れたのはリサリサのせいだぞ。嘘をつくな、姫路。お前が逃げ遅れたのはゾンビの大群の動画をスマホで撮ってたからだろう。え、そうなの？あへへへ。あ、いや、この大群珍しくってついね。動画サイトに投稿したら再生数稼げるかなって思って。でもパニックの中でスマホ落として壊れちゃったよ。うー、自業自得だ。ところで秋葉、残っているのはこの4人か。今のところ。ごめん、遊ばせ。 2-2 の教室というのはこちらかしら。おお、レイレイ。皆さん、ごきげんよう。金崎さん、来てくれてありがとう。皆さん、私が来ましたからには
もうご安心くださって結構よ。うわぁ、あの伝説のアイドルレイレイがいるなんて。アイドル昔はそんなこともしてましたわね。あの、なんで芸能界引退したんですか？別に引退したわけではないんですのよ。学業に専念するためにお休みしてるんですの。そうなんですか。復帰楽しみにしてます。あの、写真一緒に撮ってもらってもいいですか？スマホ壊れてたんだ。ソボーン。5人しか集まらないんだ。5人もだよ、リサ。射撃テスト校内1位の上条先輩もいてくれるし。あきゃ、お前の噂も聞いている。剣道部の次期首相だとな。いやそんな、私なんて。皆さん、私のこともご存知でしょ。これでも私空手の有段者ですのよ。知ってます。A は空手のバラに出演するために特訓したんですよね。ええ、そうですから、皆さんのことは私が守って差し上げますわ。わー、頼もしい。大丈夫だ、自分の身は自分で守る。あの、ところで上条先輩、緊急通信機の使い方ご存知ですか？カードキーが刺さってないじゃないか。カードキー？そうだ、キーがなければ作動しない。誰かカードキーを持っているものは？そんなもの生徒が持ってるはずないじゃありませんの。探すしかないか。でも探すってどこを？校内をくまなくだ。そんなの無理です。おっと、そういうことならマヤヤがいれば大丈夫。え、どうして？マヤヤにはなくし物の位置が勘でわかるという特技があるのだ。マヤヤがそのカードキーとかっていうのはパパッと見つけてあげちゃおう。勘って、そんなので見つかるわけ？いや、姫路なら見つけられるかもしれない。こいつは昔から不思議と鋭い。こいつの特技は私が保証する。昔から？マヤヤと上条先輩は古いお付き合いなんですか？ああ、親同士が仲がいい。幼馴染なんだよ。幼馴染？私たちと一緒だね。そうだね。あの、それでカードキーとやらは探しに行きませんの？そうだね、レイちゃん。レイちゃん。じゃあマヤヤちゃん、よろしく。任せて。あっちかな、こっちかな。私輝いてる。
輝いてる。
だ行くよ。あの通信機に引き寄せられてる気がする。そんな、あとゾンゾンって何？ゾンビたちのあだ名だよ。かわいいでしょ。どうだろう。姫路、いつものカンカン。うん、多分そう。仕方ない、接続を切るか。そんな、せっかく脱出できるチャンスですのに、接続を切るなんて嫌ですわ。戦いましょう。通信機を守れば済むことですわ。でも大軍ですよ。守りきれませんよ。安心なさい、この金崎蓮様がいれば。待って、これは聞いた話なんだけど、ゾンゾンは女の子の服に反応する。何それ、本当に？多分って。久保田、今は姫路の言葉を信じろ。私は通信を続ける。通信機を守れ。でも服に反応するって。分かった。よーし、ちょっとさゆり、何ですの？明日ない。やっぱり、ほら
加えて周期的に原因不明の
シキュールを送るわね。それでこっちを送ってちょうだい。いつまでですか？聞こえますか？いつまで、いつまでなんですか？ダメだ、途切れた。さゆり、どうしよう。大丈夫だよ、リサ。救援物資は来るんだ。それまで5人で力を合わせて耐え抜けば大丈夫。それ本気で言ってるの？もういくらゾンゾンの大群が珍しくてもこんなところにいつまでもいるなんて嫌。姫路、諦めろ。アキハの言う通り、絶望しても仕方がない。生き抜くことを考えなければ。当然ですわね。死ぬなんてありえませんもの。さゆり、私、いざ生き抜こう。新しい武器発見。